皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ニコリンゲーム正直家のニコリンです。本日はこちらのゲーム、週末のアーカー社、8月12日本日より期間限定の確率アップということで SSR ネクロノミコンアルアジフが来ています。今21連したんですが引けなかったということなんですけれども、このアルアジフの性能について本日は語っていきたいと思います。週末のアーカー社については以前新作週末のアーカー社が出るよっていうような動画を撮らせていただいたんですけれども、それ以降も普通に遊んで楽しく遊んでいるゲームになりますので、本日はこちらのアルアジフについて説明したいと思います。よろしくお願いいたします。アルアジフなんですけれども、先ほど言ったように私引けてませんので、アルアジフのステータス性能について等々は少しサイトの方の情報を補填しながら説明をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずキャラクター紹介です。アラブの架空の狂人が生んだと言われる謎多き魔導書クトゥルフなど、未知の存在の歴史や召喚術のほか、おどろおどろしく理解不能な禁断の秘宝で埋め尽くされている。よく聞きますよね、ネクロノミコン。原点はネクロノミコン。発行値は730年、身長173センチの、体重53キロ。各ステータスについてなんですが、こちらの画面では C とか B とか A っていうなんとなくの強さしかわかりません。サイト様の方で少し見させていただきますと、レベル1の時が HP325、 防御145、攻撃が57、速度112、クリティカルが 15% という風になっているそうです。まあ、速度112ありますので、PVP なんかの場合でも結構早めに立ち回れる、十分な速度を持っているんじゃないのかなというふうに思います。攻撃力も結構高いですよね。まあ、その分ちょっと HP 防御は低い形にはなっているかなと思います。属性は神、地というふうになっています。で、攻撃範囲についてなんですけれども、スキルの方に書いてあると思いますが、こちらまずハイヨル混沌、混沌の扉を開け実体化して呪いを放つ小範囲内の敵キャラということで、小範囲攻撃が得意なキャラクターとなっています。小範囲に 54% のダメージを与える、 100% の基本確率で3ターンのランダムデバフ状態を1回付与するというふうになっています。まあ、通常攻撃をすれば確定で3ターン持続するデバフを1つつけることができるというふうな効果になっています。レベルが上がっていきますと、付与状態レベルというものがプラス1され、ダメージも最大 74% 出るということがサイト様には書いてあります。このランダムデバフ状態って何だっていうところを先説明させていただきたいと思います。こちらですね、ランダムデバフ、例えば攻撃力ダウン、防御ダウン、命中ダウン、耐性ダウン、速度、クリティカル、クリティカル倍率ダウンを含むと書いてありますが、これらのランダムデバフが1ターンの間に入るということです。またスタンも書いてありますので、どのランダムデバフを引くかどうかっていうところで結構戦況が左右されるのかなというふうに思います。そしてこれが 100% で入るっていうことですので、もう確実にデバフを入れることができる、これがめちゃくちゃ強いです。後々説明させていただく他のスキルまたはパッシブも、このランダムデバフ、デバフ状態がどれほど重要なのかということが書いてありますので、そちらも後ほど説明させていただきます。こちら銀の鍵の門を越えて、これすべてレベル1の状態なんですけれども、広範囲内の 80% の範囲ダメージを与えるということで、先ほどの小範囲に比べたら広範囲も攻撃できる範囲型のスキルとなっています。こちらも 100% の確率で3ターンのランダムデバフを1つ付与することができます。通常攻撃と一緒でこちらも 100%、 これが強いです。また追加効果なんですが、目標がデバフを3つ持つ場合は 35% の基本確率で1ターンのスタンを付与させることができますと書いてあります。これサイト様の方を見ますと、レベル5になった時点だとダメージは最大 104% で、スタンはなんと 50% って書いてありますので、目標がデバフを3つ持つ場合は 50% の確率で1ターンのスタンも付与することができるというふうになっています。この通常攻撃だけ見た場合は、通常攻撃でデバフを1個、こちらのスキルでデバフを1個、じゃあ目標デバフ3つするためには2ターンぐらい必要なんじゃないのっていうふうに思う方も多いと思いますが、それは口述するパッシブの方で、実はデバフをガンガンつけれるというふうになっています。
こちら、パッシブ、ティンダロスの猟犬。まあ、こちらね、書いてあるんですけれども、ランクアップ後解放。パッシブ、ランダムデバフを付与後、一定の確率でランダムデバフをもう一つ付与すると同時にダメージを与えるというふうに書いてあります。まあ、こちらなんですけれども、一定確率っていうのがどの程度の確率なのかっていうのは、少しサイトの方をね、いろいろ攻略情報を見てるんですけれども、そちらには書いてありません。まあ、おそらく、通常攻撃とバンバンやって、通常スキルでランダムデバフを付与した後に、何パーセントかの確率、何十パーの確率でランダムデバフをさらに付与、そしてダメージも与えるということで、それが小範囲内、広範囲内にありますので、複数の敵への連続攻撃が期待できるスキルなんじゃないのかなと思います。しかもランダムデバフをさらに付与するっていうふうに書いてありますので、先ほど言った攻撃だったり、防御デバフだったり、またはスタンだったり、これらの多重のデバフ、これを相手にガン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 押し付けることができるめちゃくちゃ強いデバフという風になっています。海外の方の週末のアーカー社の情報をちょっと見てみたんですけれども、海外だとめちゃくちゃ強いデバフキャラクターという風に言われておりますので、まあ、デバフと集めるといえばカオスもめちゃくちゃ強いって言われてるんですが、で対デバフ特化ということになると、こちらのアルアジフもめちゃくちゃ強い位置にいるんじゃないのかなと個人的には思います。ちょっとまだレベル50にした時のステータスなんかは引けてないので分かんないんですけれども、現状はこんな感じだなと個人的には思います。そしてサポートスキル、門を破りし者、これ CD24 ターンの援護って書いてあるんですけれども、援護、広範囲攻撃し一定の確率でスタンを付与と書いてあります。これだけだとどんな効果なんだっていうのが分からないので、こちらもちょっと斎藤様の方をね参考にさせていただきますが、広範囲内の 22% のダメージ、目標がすでに2つのデバフを持つ場合には 50% の基礎確率で一ターンのスタンを付与させることができますというふうに書いてあります。レベル5にした場合はダメージが 30% まで伸びるというふうな攻略情報が書いてあるんですけれども、まあ、こちらでも 50% 確率で一ターンのスタン付与っていうのはかなり強いかなと思います。しかも2つのデバフを持つ場合となってますので、先ほどの3つのデバフ状態よりもスタンが入りやすいかなと思います。という感じで、このアルアジフについては味方のサポートっていうのもできますし、自身の攻撃力も高いキャラクターではありますので、デバフを与えつつ連続攻撃をガン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 していきながら、パッシブ効果でガン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 していきながら、火力プラスデバファーとしてのパーティー貢献ができるというふうなキャラクターになっています。先ほど述べた通り PVP でも速度は十分に戦える速度ではありますので、ぜひ手に入れてパーティーとのバランスを考えながら、デバフをばらまき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 、味方サポートをしていくというふうな形をお勧めしたいかなと思います。ということで、今回はネクロノミコンアルアジフについて簡単になんですけれども、キャラクターとスキル説明をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、もちろんね、引いてみて実際にパーティー編成をしてみる、育ててみないと本当に強いのかどうかというところはわからないのが現状ではあります。ただ海外の方でもめちゃくちゃ強いというふうな噂にもなっていますし、実際にこんだけランダムデバフが入る、連続攻撃もできるっていうふうな性能になっているということなので、ストーリーでもできる、PVP でもめちゃくちゃ活躍できるんじゃないかなと個人的には思います。ですので、カオスとアルアーチフどっち使うんだっていうような話もよく聞きますが、個人的にはカオス持ってないんですけど、同時編成もめちゃくちゃ強いかなと思います。どちらかを入れる、どちらかを外すっていうのまでは個人的にはいいのかなと思ってます。皆さんいろんな意見があると思いますので、私もぜひアルアジフを引いた上で判断をしたいと思います。それでは今回はここまでです。週末のアカーシャ初めて動画を撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。今後もまた皆さん別の動画でもよろしくお願いいたします。それでは本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。